大吉、大吉、あみきちです。はい、ということで今回も動画撮っていくんですけども、今回はね、こちらのエレクトロスピリットチャレンジをやっていきたいと思います。今2杯ついちゃってるんですけども、まあね、いろんなデッキ試しながらね、何が強いかなって選んでやってたら、このデッキですね。たどり着いたな、このデッキ。ロイジャイの LSP、LSP はまあみんな入ってるんでね。LSP みんな入れてて、デッキをね、組むんですけど、ロイジャイと、この、なんて言うんだろうな、細かい系が強いとね、思いましたね。あの、大型にもインフェがあって対応できるし、高回転系にもね、スケとかウッド、スケウッドとかで守れるしね、ホグとか。で、あの、バルーン来たら、メガゴいるんでね。で、ヒースピーじゃなくて LSP がね、割と強い。割と強いですね。思ったより強かった。思ったより強かったって嘘だ。ぶっ壊れだと思ってたんですけど、まあ強いけど、なんか使い方次第って感じだったんでね。使ったみて感じね。いや、これは一発受けてあげて、OKOKOK。そう、いろんなデッキに試してたんですけど、やっぱね、あの、テンプレの、ヒースピの、例えばね、例えばヒースピの枠のところを LSP に変えたり、あとは、ISP の枠をね、LSP に変えたりっていう人がね、多かったですね、戦っててね。そういうデッキ使ってる人が多かった。まあね、それはちょっとつまんないんでね。それはちょっと面白くないんで、こういうね、変わったデッキでね、僕はね、やっていきたいなと思います。いや、まあちゃんと強いんでね、安心してください。ちゃんと強いんで大丈夫です。そう、この間のチャレンジのね、動画がね、1万再生超えたんですよね。いや、めちゃめちゃ嬉しい。てか、すごいびっくりしてるんですけど、ちょっと低評価がね、多いっていうね。うん。なんかあんま強くないみたいな感じだったんですけどね。今回は大丈夫です。これ超強いんで、ね。皆さん、クリアできます。絶対クリアできる。いや、これはいける。あ、受けから入ったら、ほぼほぼ勝てると思います。多分ね。いや、でもマジで強いと思いますね、これ。うわー、マジか、飛んじゃった。やべ。あー、もうなんかこういうミスは、あのね、したら負けます。はい。ちょっとね、動画早く出したい。言い訳していい言い訳。動画早く出したいと思って、めちゃめちゃね、プレイ雑になっちゃってるっていうのはある。うわー、ってか、やばい。ワンチャン負けそうだし、待って。何が最強デッキだよ、これ。また言われちゃうって。ちょっと待ってください。いや、これ本当に強いです。本当に強いんですよ。来たふっ。いや、今ポイズンと迷っちゃったな。もったいな。今シンプルにさ、普通に飛べ。来た。オッケー。これは行ったでしょ。これは行きましたね、多分。危ねえ。マジでさ、ああいうね、まあ、ミスしちゃってもね、勝てるってことはもう最強デッキですよ、はい。マジで強いです。使ってみてください、本当に。オッケー、来た。そうで、あの、ゴブスパのところをね、レスピに今相手返したんですけど、それはちょっとね、微妙じゃないかなって思う。やっぱあれはヒーラーがいて強いっていうデッキだと思うんでね。まあ、単純にスパーキー強いってのもあるんですけど。あ、そうだ。BGM がね。待って、見てない。マジでさ、そういうのやばい、相手。やばい。本当にやばい。いや、めちゃめちゃパソコン見てたって。相手やばいって、これ。そう、BGM をね、長いバージョンをね、タイちゃんっていう方が、ね、作ってくれましてね。今まで使ってたのは、あの、短い30秒ぐらいのね、動画を、あの、流してたんですけど、今回からね、この、2分半ぐらいの長さのね、動画を BGM としてね、使っていきたいと思います。マジでさ、最初やばいって相手、これ初手ゲーされたんですけど、うわ、しかもインフェだ、これやばい。終わったくせ、マジでか、やばいって。
これ最後一戦負けんのやばくない？見てなかっただけでめちゃめちゃ削られてるしさ、なんかロケット飛んできたしさ、勘弁してくれよマジで。ただ2周目ロイジャーが回ってるんでね、ここチャンスですね。ここもうニヤニヤしちゃって、ニヤニヤしながら2周目ロイジャーを決めていく。さあウッドが来るぞ。なんで柳目なんだ。さあさあさあ飛んでいく。はいはい、よいしょ。 OK 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 で、ウッドで、おやめろバルキリー、お前あ強いね強いね、バルキリー強いね。もうロケホールちょっかいかけよう。これ裏ですね、よいしょ。当たる、これ当たんないか。いや、ケツロイジャーですね。ケツロイジャーでもロケット撃たれるな。どうしようかな。これやばいな。マジか。初手。アホみたいに食らってんな。いやー、これ無理だな。これ無理っすね。回ったけど2周目。いやー、マジかよ。初手痛ぇ。痛すぎる、めちゃくちゃ。どうしたらいいんだろう、これ。いや、これ、ロケ砲でダメージ稼ぐしかないな、多分。勝ち筋。え、これ、相手ミスってね？ミスってねえや。マジか。やるな。その位置やるな。これ、バルキリーいきますね。なので、メガゴレ速攻当てて、これ裏ですね。裏なんで、攻撃、ヒースピが強い、ヒースピが強い。飛ぶなよ。OK。さあ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 、いけるか。いや無理だろこれ、突破できねえ。くっそ、マジかよね。待って待って待って、これ違くない？ちょっとこれやばすぎじゃねえ。初手でめっちゃいってるって、相手最強だって。さあ来た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 、金しろ金しろ、頼む。来た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 、よし、危ねえ。危ねえ、マジで。危なすぎでしょ。はい、ということでね、こちら最強デッキでございます、皆さん。これもう初手ゲーされても勝っちゃうんでね、もう余裕ですよ。このデッキ使えば。一瞬でもう余裕でクリアできるんでね。うお、すげえ。グロータいきますね。また、わ、このチャレンジ面白そう。はい、ということでね、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。このデッキ、このデッキですね。ロイジャイヒースピの高回転系のデッキね。こちらを使えばね、余裕でクリアできると思いますので、使ってみてください。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。